ザ・ピンボールズは2006年結成の4人組、ガレージロックバンドである。略称はピンズ。所属事務所はノービックディールレコーズ。レーベルは日本コロンビア。結成以来、一度のメンバーチェンジもなく活動している。2010年タワーレコード初のオーディション、ノッキン、オンタワー、s ドアにおいて、応募総数1006組の中から1位に選ばれ、ノーミュージックノーライフの看板を飾る。 インディーズで6枚のアルバムを出した後、2017年、ナンバー7でメジャーデビュー。2021年をもってバンド活動を休止することを発表している。古川高之ボーカルギター中谷智弘ギター、森下拓喜ベース石原天ドラムズ2006年、周りが音楽をやめていく中、最後に本気でバンドをやりたいと思った古川が好きなプレイヤーを選び結成。 ドラムの石原は別のバンドからも誘いを受けてたが、でもお聞き加入を決心している。古川と森下とは幼稚園から、中屋とは小学絞りから一緒の中であり、石原は古川の高校の同級生である。バンド名は古川の好きな村上春樹の小説、1973年のピンボールブランキー JET シティの死神のサングラスの歌詞ザフルー。 ピンボールウィザードにピンボールが共通し何かあるなと思いバンド名している。また、中屋はザと S はマストだったとも答えている。ライブの際の SE はザソニックスのハブラブ、ミルトラベル基本的にスーツを衣装している。中屋の衣装のこだわりはブルースから流れてくる清掃のスーツ。いわゆる細身のモッツスーツ結成当初は池袋を中心に2010年頃からは 下北沢を中心に活動している。メンバー全員の共通音楽は、ブランキー・ JET エティ・シティ。また G、ミッシェルガン・エレファントにも、フルカーは影響を受けており、石原は解散ライブにも参戦している。バンドの音楽性としてはザ・ビートルズや、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・キンクス、ザ・フーなどに代表される1960年代のブリティッシュ・インベイジョンをルーツとしている。 曲の長さは2、3分台の曲が多く、そのことに関しては、メンバーは、スッキリしてるものが好きっていうところが全員、共通していて、短い曲を好むのもそういうところに通じているとのこと。バンドの方向性として、ルーツミュージックだけをやるバンドではなく、古川は音楽を自分なりに解釈してやる方が好きであり、逆に、リーダーの中屋はルーツに根ざしていると発言している。 それゆえ、意見が対立することもあるが森下がバンドの意見を吸い上げ、石原がバンドのクッションや潤滑油になって4人だからこそ保てるバランスがあるとも述べている。曲は古川が原曲を作り、メンバーがアレンジを考えている。中谷はバンドとして一本筋を通すという観点からバンドや曲を見ている。ファーストフルアルバムザ・ピンボールズ収録のマヌケナ・ドンキーは、 それ以前より古川の一番のお気りに入りで CD に収録しようとしていた曲だったが中谷はすごく良い曲なんだけどバンドとしてのアプローチが見えないと収録されてこなかった最終的には何とかしようとアレンジを考え直し収録された2020年発売のアコースティックセルフカバーアルバムドレスアップでは中谷がリーダーシップをアレンジを考えたが 古川が提案したアレンジに対し、それじゃ同じじゃん。撮り直す意味ねえよと、筋を通すところを見せている。また、5曲目の、ウェイオブハルカゼを古川がピアノと、ボーカルで撮ったテイクを、古川は気に入っていたが、いいテイクだけど、ロックバンドとしてはどうなんだろう。と、メンバーから意見が出たことから、バンド演奏でも新たに録音。 最終的に新たに撮ったバンド編成のテイクがすごく良くなり、バンド編成で演奏した方を採用している。ゲストミュージシャンを迎えたドレスアップ以前より、古川は違う楽器を入れたアイデアを以前より持っていたが、その度に中谷がバンドでやる意味って何なんだロックバンドでいる意味って何なんだとこだわりを見せていた。古川は中谷の守備一貫したところが好きだし、 中谷の意見を尊重してきたが、うちのエースである中谷と他のミュージシャンをぶつけてみたかった、と語っている。出来上がりに、すごく良かった、中谷のリードギターが、他の楽器に全然負けていなかった。と、古川は、満足している。2020年6月放送のレギュラーラジオミュージック、コンボイの最終回のテーマ、ザ・ピンボールズな一曲として挙げた曲は、古川、歌手の木島の夜の歌、 中やワンダーソング、森下、ニューイングランドの大立ち、石原、アンテナと3人が、ミディアムナンバーな曲を上げている。バンドの交友関係としては、ロックンロールガレージロック系統のバンドと仲が良く、ラージハウスサティスファクション、イエロー・スタッツとの3組による東名阪、スプリットツアー・カーブロスを2016年2019年と開催している。 A フラットオブサークルとも仲がよくお互いのツアーにゲストで呼び合ったりしている。ボーカルの佐々木良介は曲が良い、新譜が良いから、ライブが良い、面白い人と評価している。A フラットオブサークルは片目のウィリーのカバーを YouTube で公開している。また、同世代のザ・コールド・トミー、ビレッジマンズ・ストアとも仲が良い。自主制作版、ありがとうございます。